ドクターマリオ。ファミコン版と同時発売。マリオが医者に扮して、赤、緑、黄色のウイルスを、それぞれの色に対応した、カプセルを使って、4列揃えて消していく、落ち物パズルゲーム。全く何もない状態から、自分で積むのではなく、最初から用意されている障害物を、パズルで消していく発想は、それまでなかったんじゃないでしょうか。うちではなぜか母親の方がハマっていて、私より全然うまかったです笑い。ゲームボーイなので白黒ですが、ウイルスの絵で、三色がうまく表現されており、プレイしていて見づらさを感じません。レベルも20段階。クリアするとまだ増える。用意されており、ボリュームも十分。レベル20以上では来てほしい。カプセルが全く来ず、なす術なくゲームオーバーになることもありますが、ギッチギッチに詰まったウイルスを消していくのは爽快感もありますし、かの有名なあの BGM も癖になる名曲、今でも RTA を走る人もいるなど、色褪せない名作です。マリオランド。あのマリオが携帯機で遊べる横スクロールアクションゲームシリーズ。初代はゲームボーイが発売された時のローンチタイトルでした。実はデイジー姫やワリオはこのシリーズで初登場のキャラクターです。初代はデイジー姫を助けるために、2ではその隙をついて城を奪ったワリオから城を奪還するため、3では城を諦めきれないワリオが海賊のお宝を奪取して、城を建てるために、それぞれ奮闘するストーリー。基本的なシステムは、マリオシリーズを踏襲しており、敵を踏みつけることが、主な攻撃手段になりますが、キノコやフラワーなどの、パワーアップアイテムもちゃんと登場します。なぜかファイアボールではなく、スーパーボールだったりしますが笑い、シューティングゲームのような、ステージもあり、ただの移植作品というだけでなく、独自の楽しさも備えた、名作シリーズ、マリオファンは、ぜひプレイしてみてほしいですね。パロディウスが、コナミから出されている、大人気シューティングゲームの、携帯機移植作品。携帯機だと侮るなかれ、素晴らしいグラフィックと音楽、高い再現度と操作性の名作です。もっさり感もなくキビキビ動くので、敵を倒す爽快感もあります。使用可能な機体は全部で4種類、おなじみのビッグバイパーやツインビーが、登場します。ペン太郎の武器が弱くなってしまっているのは完全にトラップでした。ステージはさすがに8ステージまで削減されていますが、ゲームボーイ版オリジナルステージも用意されているので損した気はしません。このステージの BGM がまたかっこ良いんですよね。コミカルな雰囲気ながら難易度は高め、パワーカプセルによる強化もルーレットによって台無しにされてしまったり、敵ももちろんキビキビ動くので結構難しいです。今でも十分に楽しめる作品ですので、ぜひプレイしてみてください。
ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語、ラクロアンヒーローズではない方の、ナイトガンダム物語、もともとはカードダスの企画で、始まったストーリーですね。見下ろし型の視点で、1画面ごとにスクロールしていきながら、敵を倒しレベルを上げ、ダンジョンの攻略、ボスを倒していくという、進め方になります。ゲームの内容としては、オーソドックスな、アクショナー RPG なのですが、グラフィックの出来が非常に良いです。主人公も敵も大きく綺麗なドットで、描かれていますし、特定のボス戦時には、カットインが入るなど、演出面もこだわりが見えます。戦闘の難易度も比較的高めで、ゴリ押しではどうしようもなく、ちゃんとレベルを上げ、敵の攻撃パターンを覚えて、隙をついて攻撃する必要があり、歯ごたえがあります。アイテム代わりにカードダスを使うという、システムも特徴的で面白い。聖剣伝説やゼルダのような、アクションが好きな方にはぜひおすすめしたいです。バベル、かの有名なメタルギアシリーズの初携帯機作品。ストーリーはとても重厚で、シリーズでつながりがあるため、とても説明しきれないので、ざっくり言うと、主人公の傭兵ソリッド、スネークが、世界の平和を脅かす存在のメタルギアを破壊するため、敵地に潜入するという話。時系列的にはメタルギアソリッドの後の話になります。潜入というところがミソで、アクションでありながら、敵に見つからないように進んでいくのが、非常に緊張感があって楽しいですよね。本作は携帯機とは思えないほどの、グラフィックを誇り、電波の乱れや、バンダナの揺れなどの、かなり細かい部分も、しっかり表現されています。スタートボタンにも、アクションが設定されており、少ないボタンながら、ストレスなくプレイができます。ストーリーモードだけではなく、ステージセレクトも用意されており、携帯機でサクッとプレイしたい、という、要望にも応えられる作りになっていて、とてもユーザーフレンドリーな名作です。難易度は比較的高めですが、見かけてたら手に取ってもいいくらい、間違いのない作品だと思います。ゼルダの伝説、夢を見る島、人気が高く、その後2度もリメイクされた、ゼルダの伝説シリーズの、初携帯機作品、言わずもがなの名作アクションゲームです。ハイラルから修行のため出た主人公リンクが、帰りの航海中、嵐に遭い、コホリント島に、流され着くところからスタート、島から脱出するための方法を探るのですが、なんといってもこのストーリーが秀逸、楽しい南国ムードから一転、島の真実を知るあたりの流れは、本当によくできています。子供だった私はこのまま進めていいのか、何が良いことなのか、と葛藤した、記憶が残っています。ゲーム内容も、二つの武器を駆使しながら進んだり、アイテムでジャンプしながら進んだりと、アクション性が高く、ゼルダシリーズおなじみの、謎解き要素ももちろんあるので、ゲームバランス含め非常に楽しいです。任天堂のキャラが敵として出てくるなど、小ネタも満載なのも良いですね。泥棒してしまって、後悔した人も多いんじゃないでしょうか笑い。
これをプレイしていないのは、もったいない。未プレイの方にはぜひおすすめしたいです。メーカーに同名のファンタジーカードゲームのゲーム化作品ゲームボーイでは2作目、その後さまざまな機種で続編が作られており、コアなファンの多いシリーズですね。悪人ゾールを倒すため落ちてきた水星8つを巡っていくストーリー。1作目はカードゲームの要素をうまく使ったダンジョン探索がメインでしたが、本作は比較的オーソドックスなコマンド選択式の RPG となりました。前作のシステムが面白かったという人には物足りなさを感じるかもしれませんが、非常にとっつきやすい作りになっています。主人公もヴィーナで固定となった分、可愛いイラストのキャラが綺麗なグラフィックでよく喋るようになり、キャラクター性が増しています。難易度はそこそこ高めではありますが、ゲームバランスは良く、ストレスを感じないので、万人におすすめできる作品ですね。